はいこんにちは iPad をお使いの皆さん楽しんでいますか僕も先日発売になった一つ前の M2iPad 今ここにある iPad ですけれども11インチの iPad を使いかけています新しく出ることは分かっていたんですけれども1ヶ月前ぐらいにこれを購入しましたそしてこの iPad ペンシルも第2世代の Apple ペンシルですけれども これもメルカリでゲットしまして色々いろいろ練習をしています練習といっても iPad が苦手だったわけではありません初代 iPad Pro を買ったぐらいですからかなり僕の専門の音楽を作ってみようとかそういうこともやりましたので iPad の音楽ソフトもですねたっぷり入っていますしかしですねせっかく新しい iPad が来たんだから音楽以外のこともやってみよう そういうことでチャレンジしています。先日は画面の左にある Procreate 専用のキーボードパッド。これも購入してですね、簡単なレポートもさせていただきました。今日は iPadOS の16ぐらいから使えるようになりましたフリーボードというメモアプリ。これをご紹介したいと思います。でも今更これを紹介しなくてもたくさんの人が 解説もしていますので、このペンシルの使い方ということを中心に今日はお話しします。案外わかっているようでわかっていないこともある人もたくさんいるんじゃないかなと思われます。僕自身も研究途中で初心者と言ってもいいぐらいですので、上級者の人はそんなこと聞かなくってもわかっているという方も おられると思いますので、そんな方には退屈な動画かもわかりません。では、早速やっていきましょう。このフリーボードというのは無限キャンパスです。もう端がないほどこのようにぐりぐりかなり動かせまして、拡大もとっても自由自在にできるようになっています。そういう無限キャンパスを使うんですけれども、 このペンシルを使って活字を入力するというのがスクリブルという機能です。ちょっとやってみましょう。その時はこの上側のところにあーっと書かれた四角いアイコンがあります。それを押すとこのように真ん中にテキストが入れれるようになります。そしてここに入力をしていくことができます。この上に書かなくっても例えば このようにダブルタップをしまして、こんにちはという風に入力ができました。文字のサイズなどを変えるときは、一旦外してもう一度クリックすると、このようなサブメニューのようなものがフローティングされるようになっています。ここに今18というサイズになっていますが、これを大きくします。 64ぐらいにしましまょうそうしますとこのように大きな文字が書けましてもちろん色も変えれますそして僕が今日なでこんなお話をしようかと思ったのは消すことは簡単です例えば「ちーは」というのを消してみましょうそれはこのようにクチゅクチゅクチゅっとやれば消えるわけですちょっと戻します でもこの2と1の間に隙間を開けるってどうしたらいいんだろうというふうに思ったわけです。それで調べたらあこんな便利なことあるけれども案外初心者の方にとっては知らないんじゃないかなというふうにも思いましたのでやってみます。こういう時は隙間を開けたい時いわゆるスペースを入れたい時ですねそれはペンでギュッと下に引っ張るだけです。 分割するように、はい、このようにスペースが入ります。このススペースをもう一度スペースを削除するときは同じように縦にするとこのスペースを削除することができるようになるんです便利ですねそして選択するのはこれでマーカーペンを引くように横にスライドすると文字を選択することができます はい。このように選択できました。そしてこれを翻訳したりすることもこうやってできるわけです。Hello というふうになりました。このように翻訳をコピーしまして、そしてここにペーストすることもできます。こんな形にできるわけです。僕は先日この左手デバイスを買ったんで、 やり直しするときなんかもとっても便利です。もちろん、ここにやり直しのアイコンがあるんですけれども、まあ、こんな小さなところをピッと押すよりも、ここを押すとやり直しができます。このように戻りました。左手デバイスというのはとっても便利ですね。そして、文字を選択するときというのは、今はこのように、こんにちはというふうになっていますが、この後ろに、 文章を打ってみます。ここの場所に書かないといけないことはありません。外れたところに書いてもいいわけです。ここで皆さんと書きます。このようになりました。そしてここに隙間を入れます。2行になってしまいましたね。こういうときはこのエリアをもう一度選択し直して横を広げると 1一行になります。こんな時に、皆さんだけを選択したり、こんにちはだけを選択したりするのは、ダブルタップで選ぶことができます。やってみましょう。はい、これでダブルタップができます。皆さんもやってみましょう。ただし、この皆さんのように、みなとさんというのを、勝手に分けて認識する場合があります。ですから、これをダブルタップしても、 三だけになったり、皆だけになったりというふうに、私たちが思う分節というのとは、若干考え方が違うようです。今度は全体を選択したいような時に、もちろんこれでずっと引っ張るというのもできますが、トリプルタップというので選ぶこともできます。やってみましょう。1、2、3。このようにして選択をすることができます。 このスクリブルという機能はこういう付箋の中でもできるようになっています。じゃあ付箋を消してみましょう。はい、このように消えますね。そしてここに、覚えというふうに書きました。付箋の中に文字を入れることができます。この付箋の文字はこのように選んで、 文字と付箋は一体になっていますので、このまま動かしたり、拡大したりすることができるようになっています。あと、写真を入れたりということも簡単にできます。今日はそれは補足としてですけれども、お話をします。写真を入れたりするというのは、こういうこともできます。チャット GPT を立ち上げたいと思います。 例えば、絵が欲しいような時は、ダリー。これを選択します。そうしまして、iPad のいいところは、もう簡単にマイクが備わっていますので、マイクで喋って画像を作ることができるようになっています。ちょっとやってみましょう。美味しいオムライスを書いてください。 絵だけでいいと思ったんですけれども、こんな風に文章を書いてきました。ダリーだから絵を描いて欲しかったですね。ここで描いてください。そうするとこのようにオムライスの絵が描けましたので、これを写真に保存します。 save to photo このようにしましたら、フォトの中に入りましたので、もう一度フリーボード。そして、この写真ですね。写真またはビデオから。これを押しますと、先ほど保存したオムライスがここにあります。こうやって入力することができます。はい。このようにサイズが 自由に作れますので、ちょっとしたプランニングをしたりするのにいいですよね。まあ、プランニングの例としましては、簡単に作ってあるんですけれども、例えば、YouTube の次のプランを考えるような時に、サムネイルはどんなのしようかとかですね。そして、音楽は s の a i で作って4分以内 J-POP とかいうふうにしまして、テーマは野球にしよう。 とかいうこ,とでこんな風に挿絵を入れたりしながらこうやってプランボードを作るこういうことにも使えると思います今日は主に Apple Pencil これを使って書いていく時の特にスクリブルいわゆる文字に変換したりする時にどうやってうまく使えばいいかこれを中心にお話をしましたまた iPad のいろんな利用方法を お話ししていきますので、もしよかったらチャンネル登録などをして、次の動画をお待ちください。もうじき、僕のチャンネルも1万人達成になります。5月の間には多分1万人到達になると思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。じゃあ、またね。